はい、皆さんこんにちは、シオミンでございます。5月から、いろんなとこを旅立つためにですね、まずは、ジンバルを買ってみました。ジンバル、これスマホ用のジンバルなんで、大きなカメラをつけるようなジンバルではございません。とりあえずスマホ用のジンバルでですね、しばらく頑張ってみようかと思って買ってきました。それでは早速ですね、これ開けていきたいと思います。はい、今回買ったのは、ジユンのスマート Q っていう、こういう三軸のジンバルです。じゃあ開けていきますね。あ、なんか後ろについてるぞ。まずなんかがついてます。で、よし、はい、中身こんな感じでした。まずこれはジンバル本体ですね。ちょっとすごい、なんか昔の石器時代の斧みたいですね。なんちゃっていい。よいしょ、開けてみましょう。ウィース、こんな感じですね。グリグリグリって回ってます。グリグリ、ほう、私初ジンバルですね。で、あとは説明書、これだけかな。なんか入ってるのかな。あ、ストラップが入ってます。あ、こっちにも入ってますね。USB ケーブルかな。USB ケーブルが入ってます。よいしょ、はい。こんな感じですね。で、ここに書いてありました。それは。で、ちょっと使い方をですね、取り扱い説明書を見ながら考えていきたいと思います。はい、ジンバルですけどですね、だいたい説明書なんで分かってきました。一番、基本的なものはですね、こう横に向けた時に、ここにスマートフォンをこう挟んでですね、ここありますね、これでこう左右に動かしてですね、ここのジンバルのバランスをとってみるってやつです。それではちょっとやってみます。私まだ iPhone6 です。6のプラスです。先ほどこうやってると、こうやるとまだ頭が重いので、ここでよし調整するとまだ頭が重いのかな。今度はこっちお尻側が重い、頭が重い、この辺かな。よし、この辺と固定、はい、固定しました。今これぐらいの、あ、もうちょっと歪んでますね。よいしょ、はい、まっすぐになったところでですね、スイッチを押します。そうするとジンバルがもう固定しちゃいます。グリグリって言って固定になってます。はい、こういう形でですね、機能してくれるジンバルでございます。じゃあですね、外にちょっと撮影に行ってみたいと思います。近くの公園までやってきてます。じゃあこちらでですね、セットしたスイッチを入れてみたいと思います。ほーら、このようにですね、いろいろと撮影ができるようです。こちらでも撮影開始します。
カメラになってた。撮影を開始します。では、ちょっと走っていきたいと思います。走っても全然ですね。画面が揺れない。いますね。走ってます。ここのクリップにですね、ネジ穴がついてるんでロードバイクに接続できますね。まあそういうところで、ゴールデンウィークロードバイクにもつけてみてですね、ちょっといろいろ試してみたいと思います。まあ、スマホが落ちなければいいんですけどね、そういったところで、試していきたいなと思います。あとなんかアプリで、顔を追いかけるいい時間がありましたら、